はい、皆さんこんにちは。日本橋狩り3代目の野川奇妙です。今日はですね、楽するレシピ帳、今回も皆さんが大好きな親子丼なんですけど、僕のレシピで常に進化してるんですね。今日はね、新親子丼ですよ。皆さんが知ってる親子丼なんですけど、ピザによく入れるとろけるチーズありますよね。あれを入れて卵で閉じる、でそのまま丼で食べても美味しいんですけど、サンドイッチにすることによって、でこれは多分日本人も好きですけど、外国の人も美味しいっていうかね、僕らが知ってる定番な料理が日本から世界に発信して、そういう風なね時代が来ると思いますからね。新親子丼2のね、今回新しくまた作りましたのでね、皆さんお楽しみにしてください。材料見てください、これだけですよ。親子丼なんで親と卵、親子ですね。で別にこう玉ねぎ入れたい方は入れてもいいんですけど、今日はあえて入れない鶏と卵のシンプルでも、そこにこのとろけるチーズをね入れることによってコクと味に深みが出ます。あとね、今日は味付け見てください、めんつゆとお水だけ。これが水が100、人弁さんのつゆの素、美味しいやつですね。つゆの素ゴールですよ。これを50入れるだけで美味しい親子丼できます。でもポイントがあります。でこの後鶏肉を切って皮目を焼くことによって、メーナル反応と言いまして、色が茶色くなった、見た目もね美味しそうになるじゃないですか。香り、そこがポイントになります。まずはですね、フライパン、野永といえばコールドスタート、まずは冷たいフライパン用意します。あと鶏肉ですね、皮下にしていただいて、ちょっと触っていただくと、たまにこう軟骨、ほらほらあった、硬い軟骨があるんで、こういうのはちょっとつまんでそぎ取る、あって、あと包丁の持ち方ありますよ。こうじゃなくて必ず指添えないとこうリードできないですからね。全集中ですよ。今日はね鶏の呼吸です。ちゃんとね、こう硬いところあるから、こうやって持ち上げてもいいですよ。スーッとこうやって、こういうのを取らないと骨とかね硬いのが残りますから、歯が欠けちゃうかもしれませんからね。でね、こうよく見るとほら、こうアキレス腱あるじゃないですか、食べられますから、捨てちゃダメ、抜いちゃダメ。でね、こう繊維がこう入ってますよね。まず大体こう縦に半分、大体4等分ぐらいかな、押して引く、押して引く、そうしたら縮むことも計算してね、大体ね2、3センチぐらい、このぐらいで、皮を下にして置いていく。まだ火ついてないですよ。なのでね、慌てない慌てない。こう火がついたらね、バチバチバチって跳ねたりするじゃないですか。あと油入れる方いますけど、油入れなくて十分です。鶏から今からね美味しい油が出てきます。それをね利用して美味しいお出汁に変身させます。皮を必ず下にして置いていく。こう流れもいいんですよね、切ったら入れていく。僕はね右利きなんで、右で包丁を持って左手でこう切ったものをこう並べていく。僕の料理は本当ね、料理って理を測る感じね、書いてる分かりますけど、理論的にね効率よく作ってるんで、ファンがね多いんですよ。野永さんの料理、普通の人とちょっと違うけど、作るとなんかハマるっていうのはこういう効率なんですよね。作っててね楽しくなると思うんですよ。ちょっとほら肉厚のところはこういうの切って、厚み揃えてこの乗っけてくる。カットした方がいいですね。で今日もそうなんです、ももなんですよ。僕はももが好きですね。もものがやっぱ脂のうまみがあると思うんで、唐揚げ用のお肉を見ていただいて、一口サイズに切り添えた方がいい。でなぜかというと、この後丼にして食べますよね。その時に食べやすい大きさっていうのが大体 2,3 センチなんですね、丼にした時に。なので唐揚げ用だとちょっと大きいので、こう切ってあげた方が美味しく食べられる。まあお好みですけどね、あっさりしたのが食べたいってことは胸でもいいんですけど、僕はもものが好きです。あとね、鶏の種類もね、自撮り鶏とかありますけど、自撮りだと硬くなりますよ。なぜかというと、それだけ長く生きてるのと筋肉質になっちゃうんですね。でなぜこれ若鶏がいいかっていうのは、ブロイラーとか若鶏はあんまり運動してないので身が柔らかいんですね。なので親子丼とか唐揚げとかするときには、僕のおすすめはこう若鶏とかそっちの方がいいと思います。はい、そうしたらね火つけます。火は中火です。で強火だとガスがこう流れてしまって、周りが焦げ始めたりしますし、熱効率が悪くなります。なので必ず中火でゆっくりゆっくり温めることによって、肉は柔らかくジューシーにカリッと上がるんですね。でその間に何をするかって言ったら、包丁まな板洗ってあげるとかね、そういうことに使っていただきたいと思います。楽するレシピ帳、皆さんのご意見お待ちしてます。ほら、いい音してきた。で大体ね、目安は時間的にはですね6分ぐらいかな。そうするとね、こんがり美味しそうな焼き目がつきます。はい、今日のテーマはいかに簡単に美味しく作るか。鶏だけで十分美味しくできるんですね。別にここに大根だろうがもやしだろうが何入れても構わない。でも今日はシンプルに鶏だけなのに、こんなに親子丼って美味しいのっていうシンプルで、玉ねぎとかネギ入れてしまうとネギの香りが移って、きちっと火が入れば甘みに変わるんですけど、基本さえ覚えてれば何入れてもルールはないんですね。好みです。
あとこれ見てください、鶏の周りなんか白くなってきましたよね。で火加減はほら見てください、こんなに中火なのにいい音しますよね。で鶏というのが一番お肉の中で火の入りがね悪いんです。なかなか火が入ってくれない。なのでゆっくりゆっくり火を入れることによってジューシーで周りふっくらほらプリッとプリッとしてきたでしょ。ほらプリプリ油が出てきた。でよくこれ拭き取る人言いますけど大きな間違いですよ。これが旨味なんで拭いちゃ絶対ダメ。フランス料理でも必ず肉汁をソースにするじゃないですか。油が旨味なんですから、それをどう同化させるかっていうのがプロの技であるんですね。見てください、ほら美味しそう。そうしたら一度ね火を止めます。危ないんでね。今火消しましたけどまだパチ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 音してますよね。フライパンがね肉厚でいいフライパンなので余熱がねずっとこもっております。ほら音が小さくなってきた。そうしたら次にこう調味料入れていいですよってことなんですね。例えばここにジューッとまだ音がしてる時に入れるとうわーっと跳ねたりします。まだ上は生ですよね。ここからお出汁を入れてひっくり返して美味しい鶏の旨味を出していきます。もうほら音がほとんどなくなりました。そうしたらめんつゆほらジューって言わないでしょ。でここもねこう必ずこういう風にしてくださいよ。洗ってあげる。でもう一回火つけますよ。はい中火です。また今のこの水分量大体半分ぐらいかな。一度味見してほしいです。どのぐらいの味なのか舌に記憶させてください。ここでああ十分美味しいなと思いますけど多分。でもこの後卵で閉じてご飯と一緒に食べるってことを考えたら薄すぎるんですまだ。だそれをイメージして味を記憶してそこからぐーっと半分ぐらいまで詰めます。大体5分ぐらい。はい沸いてきたら上と下ひっくり返します。ほらいい香り。はいまだねこれ生ですからここでひっくり返してほらまだなんか見るからにまだ色薄いしお出汁が多すぎるこれだとね。でねこれ今焼きましたけど某有名なね丼屋さんも焼いた鶏の丼ありますよね。食べたら分かりますよ癖になります。普通の親子丼も十分美味しいんですけど香りが全然違います。はい沸きました。火加減見てください。ほらこんなに中火なりにも十分全体が沸いてきました。そうしたらね必ず味見してください。あーいい香り。うん美味しい。でもまだ薄い。すごくいろんな味の深みが感じるんですけどもうちょっと気持ちね煮詰まってこの半分ぐらい詰めてほしい。湯気出てますね。これが豚の水分がどん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 抜けてます。日本橋ゆかりは昭和10年今年ね89年になります。場所はですね東京駅と日本橋高島屋駅から歩いて大体3分ぐらいに。立地はね多分ね日本一いいと思います。ミシュランとかはね、星はないんですけどブリヂストン的にはね星5つあ10個になっちゃった5つあります、ね、皆さんいろんなねこれから料理もねチャレンジしていきたいと思いますのでね遠慮なくでコメントください。チャレンジしていきたいと思います。卵割っていきます。今日ね4個です。あとは僕のおすすめですね、こうよくピザに使うやつですね。ピザ用のとろけるチーズのミックス確か4種類ぐらい入ってるのかな。これをよくねこう混ぜすぎないって方言いますけど黄身と白身味が全然違いますしね固まる温度帯も違うのでもうきちんと混ぜた方がいいんですよ。切るようにどこ食べても美味しくなるんですよ。ちょっと箸を広げて、ね、こういう風に、はい、こう白身を切るような感じ。もうこんな感じで大丈夫ですよ。はい準備はこれだけ。ちょっと色も変わってきた濃くなってきた。でさっきよりも合わせ調味料が減ってきて分かります。あと香りが全然違う。あ濃くなってきた。あとねもう1分ぐらい煮詰めたいな。ほらもう水分量が全然違う。ほらほら今分かりました。さっきあんなにあった合わせ調味料が。はいじゃあ味見します。もう一回最終のほんとちょっとですよ。うん美味しい。この甘辛さが絶対ご飯に合うなと。このぐらいしっかりしないとご飯と合わない。で火加減はずっと一緒ですわ。やっぱりこんなに中火で、あえてフライパンですることによって2人前だろうが4人前もすぐできます。フライパンだったらどこの家でもありますよね。いきますよ。のの字を書くように少しずつ少しずつのの字を書くようにこんな感じ。そうしたらですね内側内側内側火はずっと中火ですよ。こうやってそうするとお出汁とね馴染んでくれるんですね。はいもう一回いきます。で熱でねほらチーズがとろけてきたでしょ。はいでまた同じように内側内側内側でもう一度最後で、これもったいないのでこういうのはちゃんとゴムベラとかで最後に入れてください。そうしたらはいツンツンツンって出汁となじむようにこうつっついてあげる。はいそうしたら火止めます。ほらとろとろでしょ。いるからにうまそう。でご飯磯沼ミルクファームさんが作ってる完全無農薬のお米です。ほーらほらとろ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 おーチーズもほらこうやって周りからかけてあげる。うまそうだよ。
ほら、うんまそう。まあお好みですけどね、やっぱり、ね、三つ葉、赤いもんとか青いもんあるとね、場がスーッと締まります。新親子丼の完成です。もう見るからにトロトロで美味しそうでしょ。でね、このままね食べてもいいんですけど、気がつきました、これ半分残ってるんですよ、半分。今日の僕のおすすめです、クロワッサンです。市販のちょっとね、こう斜めに切ろうかな。別にあれでもいいんですよ、ホットドッグのパンでも。ここにね、こうレタスか何かありましたら、そうしたらこの隙間にこう入れて、はい、パン屋さんで売っててもおかしくないね。でもありそうでないですよね、こういうメニューね、親子丼サンドって。いや、もう自分で作って食べて、ね、あ、これ売れるなと僕本当思いましたよ。はい、そうしたらここに、このままでも十分美味しそうなんですけど、トマトをねちょっとね添えてあげるとね、キューッと色が締まってますます美味しそうに見えるんですよ。ほら、よいしょよいしょ、新親子丼サンドの完成です。はい、いつもお世話になってます。今回のレシピはクラシルアプリをご覧ください。いただきますね。僕のおすすめはね、箸もいいんですよ、レンゲ。まずほら、このすくいやすさ、ほら一口サイズパクッと、うん、今まで食べた親子丼の全く違う。なぜかこのチーズの香り、これすごいなって驚きますよ。うん、止まらないね。うん、うん、絶妙なこの鶏のサイズ、なるほどなっていうのが食べたら分かります。出汁が染みてまた美味しい。うん、簡単でシンプルなんですけど奥が深いです。あえて今日はめんつゆ、新名産のつゆのもとで作りましたけど、ご家庭にあるお好みのめんつゆと水だけで簡単にねできます。あとは本当ちょっとしたポイントですね、鶏肉の焼き方、切り方、それだけを踏まえていただけたら簡単に美味しくできますね。これからも頑張っていきますんで、よろしくお願いします。